どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA のアップグレードポイントありますよね。先日4月以降からね、付与分が着弾したっていう風になりますんで、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、2022年にですね、 ANA はですねプレミアムポイント2倍キャンペーンをやりまして、まあそれでですね、プラチナステータスとかね、ダイヤモンドステータスね、ステータス収容された方結構多いのではないのかななんていうふうに思いまして、またね2022年にプラチナステータスね獲得して、まあ、スーパーフライヤーズガードね、まあいわゆる SFC 収容ねされた方、まあいらっしゃると思うんですけども、 ANA にはですねマイルありますよね。でANA スカイコインがあって、でプレミアムポイントがありまして、またねアップグレードポイントっていうのもあるんですよね。本日はこれね、このアップグレードポイントっていうのが、まあどういったものでね利用することができるのかっていうのをですね、解説やっていきたいななんていうふうに思いますので、まあアップグレードポイントってなんだって思ってる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、 ANA のサイトにねログインすると、上部にねこんな感じで出てると思うんですよね。お名前の下に、マイル、スカイコイン、プレミアムポイント、アップグレードポイントっていった形で、まあ、こんな感じで並んでると思うんですけども、今回ですねこちらのアップグレードポイントについてですね解説ねやっていきたいななんていうふうに思ってるんですけども、まずねこのアップグレードポイントがどうやってもらえるのかっていうと、1月からですね12月の間に有償で乗っていただくと、プレミアムポイントがね溜まっていきますよね。まあこれに応じて、まあ、付与されるポイントがこのねアップグレードポイントっていう風になるんですよね。でどのぐらいのプレミアムポイントでアップグレードポイントがねもらえるのかっていう話なんですけども、こういった形になってるんですよね。最大100ポイントまでね獲得することができて、まあスーパーフライズカードね、昨年ね SFC 修行された方はですね5万プレミアムポイントね目指したと思いますので、 SFC 修行ねされた方は4万ポイントから79,999ポイント、まあ、ここになると思いますので、20ポイントっていう風になります。またねダイヤモンドステータスであれば8万ポイントから119,999ポイント、こちらね40ポイントっていった形になるんですよね。まあこういった感じで獲得した ANA のねプレミアムポイントに応じて、まあ、付与されるっていうものがこれねアップグレードポイントっていう風になるんですよね。ですので優勝でですね1年間に1回もね ANA の飛行機に乗ってない方はですね基本ねもらうことができないポイントっていう風になってるんですよね。でですねアップグレードポイントのね利用方法なんですけども、利用方法はね3つに分かれておりまして、まずね座席のアップグレードに利用することができます。で2つ目がラウンジの利用ですね。で3つ目がアップグレードポイントからスカイコインの交換っていった形になりまして、まあ、大きくね3つに分かれております。1つずつね紹介していきたいなと思うんですけども、まず1つ目に座席のアップグレードにね利用することができます。まず国内線の場合は国内線の普通席からプレミアムクラスにねアップグレードすることができたり、国際線の場合はエコノミークラスからプレミアムエコノミーとビジネスクラス、もしくはビジネスクラスからファーストクラスみたいなね、まあこういった感じでアップグレードポイントがですねアップグレードに利用することができます。で国内線はですね普通席からプレミアムクラスにですね1区間一律4ポイントでねアップグレードすることができます。でこちらね1区間一律4ポイントっていう風になりますんで、まあ、できるだけね搭乗時間が長い便でね利用していただくのがねお得っていう風になるわけなんですけども、まあ沖縄便とかがね、まあ、一番いいかななんていう風に思うわけなんですけども、まあ、こちらもね競争率が激しいのでなかなかね取ることができなかったりするんですけども、申し込みは搭乗のね2日前、0時にですね空席がある場合はこのアップグレードポイントですね普通席からプレミアムクラスにねアップグレードすることができます。でこちらのチケットなんですけれども、国内線に関しては優勝のチケットもしくは特典航空券ともにね利用することができるっていった形になります。でユナイテッド航空のマイレージプラスで発券した場合はどうなるのかっていう話なんですけれども、こちらもですね当日空席があればですねアップグレードポイントを使ってアップグレードすることができます。残念ながらですね2日前の0時ですね、こちらはANA のねチケットで発券すると0時にね
2日前に利用することができるんですけども、ユナイテッド航空のマイレージクラスで発券した場合は、こちらはね、当日チェックインカウンターで手続きして空いていたら利用することができるっていった形になります。で、次にね、国際線の場合ですね。国際線はね、いろいろ縛りがありまして、まず一つ目は ANA マイルを使った特典航空券で発券したチケットには、このアップグレードポイントっていうのは利用することができないっていった形になります。また搭乗するチケットによってですね、クラスっていうのがねあるんですけども、こちらによってアップグレードができるチケットだったり、アップグレードができないチケットっていうのがあるんですよね。基本的に国際線の便をね調べていただくと、まあ一番安い便をね利用される方はね一番多いと思うんですけども、この一番安いね便っていうのは、まあ、基本的にねアップグレード対象外なんていう風にね記載がありまして、まあ、そういったクラスでは利用することができないっていった形になります。一応ね利用できるねクラスっていうのはこういった形で、まあ、書いてあるんですけども、まあ、ずっと使用されてる方とかだったんですね、このねアルファベットがね結構見慣れてるんですけども、そうでない方はですね、もう全然よくわかんないと思いますので、まあ有償でねチケット検索していただくと、アップグレード対象とか対象外とかね、まあそういうのが記載がありますんで、まあその対象になっているものに関しては、このねアップグレードポイントで利用することができます。昔はねこのエコノミークラスからプレミアムエコノミーなんていうのは SFC とかね持っていると無料でアップグレードねあったんですけども、今はねもうなくなってしまいましたので、これもね結構懐かしいですね。まあこういった感じになってるんですよね。で、ただですね、この本来はですね、一番安い運賃で航空券を買ってアップグレードポイントを使ってプレミアムエコノミーとかビジネスクラスとかアップグレードっていうのは基本的にはできないんですけども、こちらねダイヤモンドステータスの方のみですね、一番安い運賃を購入してプレミアムエコノミービジネスクラス主にですねアップグレードすることができます。で、これね利用することができるんですけども、必要なアップグレードポイントはこの後ね、必要なアップグレードポイントの話するんですけども、2倍かかるって言った形になるんですよね。その代わり、一番安い運賃であっても、ダイヤモンドステータスの方は、プレミアムエコノミーとかビジネスクラスとかにね、アップグレードすることができるって言った形になります。2022年にヒルトンダイヤモンド仕様の時に、ロスから、東京に戻った便なんですけども、その時にですね、私もね初めて利用させていただいたわけなんですけども、まあ必要なねプレミアムポイントは非常に多いんですけども、このね一番安い運賃を利用しているにもかかわらずビジネスクラスにね乗ることができたっていう風になりますんで、まあ非常にねお得な利用方法っていう風になります。その当時のチケットもですね、東京からロスからね東京を経由してクアラルンプールだと思うんですけども、確かね10万もしなかったチケットだったと思いますので、アップグレードポイント2倍払ってですねビジネスクラスにアップグレードすることができましたので、非常にねいい使い方がねできたのではないのかなと思います。こちらはねダイヤモンドステータスの方のみっていう風になりまして、またねネットでは申し込むことができないっていう風になりますんで、ダイヤモンドデスクにね電話していただいて、当日チェックインの際に空席があれば利用することができます。もちろんね、これ空席がなかったらね、断られるっていう風になりますんで、まあ、この点はね、注意していただければなと思います。それでは次にですね、必要なアップグレードポイントの数なんですけども、こちらね、路線によって変動するっていう風になりまして、まず東京からですね、北米、オーストラリア、ヨーロッパ方面の場合ですね、まあ、いわゆる長距離路線になると思うんですけども、こういった形になっておりまして、エコノミークラスからプレミアムエコノミーは5ポイント、エコノミークラスからビジネスクラスは10ポイント、プレミアムエコノミーからビジネスも10ポイント、ビジネスからファーストまでが20ポイントっていう風になります。まあこちらね見ていただければわかる通り、残念ながらエコノミークラスからファーストクラスっていうのはアップグレードポイントを使ってアップグレードすることができません。まあ基本的にですね、航空券ね購入される場合は、まあよほどのねお金持ちでない限りビジネスクラスをね直で購入する方っていうのは、まあエラー運賃とかじゃない限りねなかなかないと思いますので、まあ一応ビジネスクラスからファーストクラスも20ポイント払えばね、利用することができるんですけれども、まあ基本的にはですね、エコノミークラスからプレイコーもしくはビジネスクラスがね利用するっていう感じになります。
りますかね。まあ基本的にはですね、まあプレミアムエコノミーね、5ポイント使うっていうのはちょっともったいないかななんていうふうに思いますので、まあできればね、ビジネスクラスで利用していただくのはね、まあビジネスクラスっていうのは基本的にね、50万円とかね、あの北米路線とかあったらしますので、まあそういった使い方ね、していただくのはね、いいのではないのかなと思います。それでは次に東南アジア、もしくは南アジアの場合は、必要なね、アップグレードポイントがね、ちょっと下がるっていう風になりまして、こういった形になります。エコノミーからプレイコが4ポイント。エコノミーからビジネス8ポイント。プレイコからビジネスも8ポイント。ビジネスからファーストが16ポイントっていった形になりまして、まあ距離がね、少し短くなるんで、必要なね、アップグレードポイントも少し少なめっていった形になります。それでは次の使い方なんですけども、アップグレードポイントはラウンジでね、利用することができます。まあラウンジで利用するっていうよりかは、ラウンジにね、入るために利用することができるっていった形になります。ダイヤモンドステータスの方はスイートラウンジ、プラチナステータスの方は ANA ラウンジでね、利用されると思うんですけども、どちらもですね、1名のみの同伴ができるっていう風になりまして、まあ、子供を入れるだけでもですね、ね、利用することが、そのままではね、利用することができなくて、まあ、そういう場合はアップグレードポイントね、2ポイント使って国内線の場合は利用することができます。まあこちらに関してはですね、アップグレードポイントも使えるんですけども、まあ、2000マイル払えばね、利用することができますので、まあ、こちらはお好みになるわけなんですけども、アップグレードポイントもでも使えることがねできるっていった形になります。で次にね、国際線の場合なんですけども、国際線でダイヤモンドステータスの方でですね、3人目ね入室させたいっていう時はですね、スイートラウンジの場合はアップグレードポイント4ポイントもしくは5000マイルっていう風になりまして、 ANA ラウンジであれば3ポイントもしくは4000マイルがね必要っていう風になります。こういった感じでラウンジの入室にもですね、アップグレードポイントがね、利用することができます。で3つ目ですね、こちらは最終手段になると思うんですけども、アップグレードポイントっていうのは ANA のねスカイコインに交換することができます。このね ANA のアップグレードポイントっていうのは1年間しか有効期限がないんですよね。私のね今持っているアップグレードポイントもほとんどがあと数ヶ月、もう1ヶ月ちょいぐらいでね、あの、有効期限を迎えてしまいますので、まあ、それまでにですね、ANA スカイコインにね、交換しなきゃいけないな、なんていうふうに思っているんですけども、1年間のね、有効期限で利用するっていうふうになりますんで、まあ、航空券のそのアップグレードとかにね、使う機会がなければ、ANA スカイコインにね、交換していただいて、また1年間の間で利用していただくっていった形になるんですよね。まあね、昨年の今の時期にもアップグレードポイントはですね、延長がなかった。まあ、特別対応発表されなかったんですよね。先日ね、ANA マイル、ANA スカイコインね、特別対応で1年間延長が発表されましたけども、アップグレードポイントに関しては昨年もなかったですし、まあ、昨年なかったってことは、まあ、今年もね、ないかななんていうふうに思いますので、今年のね、3月31日で有効期限を迎える方に関しては、有効期限ね、失効する前に ANA スカイコインね、交換していただくのがね、おすすめっていった形になります。はい、ということで今回ですね、ANA のアップグレードポイントについて解説させていただきました。このね、アップグレードポイントっていうのは本当にね、私も最初ステータス取った時にね、このポイント何なんだろうって思ってて、まあ利用方法を調べて、あ、こういった感じで利用できるんだみたいなね、感じで利用させていただいたんですけども、2022年にね、ステータス取った方は、まあ全然ね、調べてないとね、何のポイントだか全然わかんないと思いますので、まあぜひね、参考にしていただければなと思います。またね、このね、アップグレードポイントっていうのはね、一応前借りみたいなことも、利用することができるんですよね。今月の頭ぐらいにね、付与されたと思うんですけども、実際に利用することができるのは2023年の4月1日以降から利用することができるんですよね。まあ本サービスが開始になるのは、あの ANA のステータス上2023年の4月の1日から1年間始まるっていう風になりますんで、まあそれ以降でね、今回付与されたアップグレードポイントも利用することができるんですけども、今ね、ステータス切り替わってると思うんですけども、事前サービス期間中でもですね、前借りして利用することができます。できるはできるんですけども、搭乗日は2023年の4月1日以降ですね、まあそこから1年間の搭乗分に限り、
今ね、持ってるアップグレードポイントもね、利用することができるっていう風になりますんで、4月1日以降に利用されたいっていう方は、ANA のデスクにね、電話して、利用ね、していただければなと思います。こちらもね、今のね、期間中は、電話じゃないとね、申請することができないっていう風になりますんで、ANA のデスクでね、手続きしていただければなと思います。4月1日以降はね、もちろんネットでも利用することができるんですけども、前借りされる場合はですね、電話のみっていった形になります。ということで今回の方はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。